有馬警察です。こんばんは。はい、有馬第一担当ハイツのいつもの淡井圭介なんですけども、先ほど報道ステーションを見てまして、安藤桃というアナウンサーが会いますっていうことを言った後に、男2人と女3人組で男が、淡井圭介の自宅に向かってお前ら付き合っとんとか言いながら、女の方がゲラゲラ笑いながら歩いて、有馬警察署の方へ向かって歩いて、行きました。もうそいつらもね、もう何十年も前からずっとしてますね、同じ行為で。その後、びっくりしたのが、安藤桃本人が髪の毛赤い色に近い色に染めて、男さんに周り従えるような形で、喧嘩を打ってきたと。男3人が特に笑って嘲笑してきたと。で、今日の報道番組自体がもうだいぶ前のものをそのままに放送してますね。で、あとね、その安藤桃グループの方は横断歩道を、斜めにね、渡って歩道のところを歩かないで渡っていってるんですけど、それ前からなんですよ。だからもともとこの辺で悪さした人間とかを多分報道の番組として出してたんじゃないですかね、はい、報道ステーションとかに。まあ全部どちらかどうか分からないですけど、ただね、その田越駅の方に歩いていくふりをして、アルカの方に歩いて行って郵便局の前の方へで、裏回って警察署に来た連中とかいました、今日。私そこまで把握してないですね。ああ、そうですね。まあもともとね、僕は路上で、男2人組に殴られた時点がオートバックスの出入り口のところの近辺だったんですよ。で、その方向にあいつら誘導しようとしてません？かなりの後輩のグループで。で、その殴ってきた本人がこの間生活安全課についていた、平田なんですよ。髪の毛茶色に染めていた。だから小木さんもそこで働い、報道ステーションの小木さんもそこでちょこちょこっと働きに来ていたのは見たことあるんですけども、はい、もうこれ正直ね、皆さん本当のこと聞かれたときに心境どうですか？まだ世の中しっかりと良い形に何とか立て直そうと考えていらっしゃる方たちいっぱいいらっしゃいます。もう正直僕も悩そうですね。はい、もう河川水門外石炭発電とか地下水流トンネル発電とかのその自然性エネルギーのこととか、エネルギーの残存量問題とかご存知でしょうか？ちょっと分かんないです。それもね、もう自民党の方の神戸市議団のその政務調査官の人に、言って、国会でもあれだけ安倍さんとか菅さんとかも話していて、もともと知り合いの人たちがあれだけいっぱいいて、で、自民党の国会議員の人に聞いてくれって言って、で、聞いてもらった結果が、採用しないっていうことだったんですよ。だからもう僕もどうしたらいいか分かんなくて、はい、もう正直、はい、報道からしてこれだから、これね、その今日絡みに来た連中に関しては一応撮影してるんで、それ、まあ、明日動画アップロードできるかどうか。最初1回目はその5人組に関しては法律名出してある程度の言い方してるんですけども、その後来た安藤桃たちのグループにはもう本当に言い方ひどくて、もう何十年も前からずっと知るグループだから、で、他の人間も多分テレビ出ていたことのある人間でしょうね。で、もうだからある程度僕も大きな声で口悪い口調になってしまいますね。だからもういずれかの問題だから、その辺のところはもうちょっとある程度はご容赦していただきたいですね。で、その警察の方からね、もうその報道番組に関しても、その安藤桃とかが出ていた内容のものをもう全て放送しないような形とかできます？警察がそこまで権限ないんじゃないかな。あ、けどね、一応僕からの方で、いろいろ YouTube で言ったりとかしても、法律業界の人たちが動いてくれて、例えば NHK の傘下で各テレビ局が動いてますから、総務省がそうじゃないですか。だから総務大臣がコロコロ変わります。まあ、この間昨年も文部科学省の大臣も晴れ生骨に出入りして髪の毛染めていて、で、あまり世の中のことよく分かってない、もうこんな人がなんでこんな高給稼げるんですかっていうことで、もうダメです、降りてくださいっていうことで、もうその時もっとかなり、の口調では言ってます。まあ、その対応しなかったらあんまりペコ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 あんまり
前敬語敬語っていうのをあそこまで悪いことしてる人間もうこれ話全然逆になってますから、建築業界とかにあの仕事を与えて、医療業界とか実態のない仕事に対して、お金与えて、まあ、介護関係もそうですけども、あのどうでもいい仕事増やして、でエネルギーの消耗をもともと抑えるっていう話だったのに、それで評価を集めて自分たちで議員になって、で高級を得ていた、だからもう話むちゃくちゃだから、そこにまたそのテレビ局の報道関係の人間の人たちも最初テレビ出る前までどういうところか分かってない人たち多いでしょ、これ仕組み的に。だからもう有馬警察署の方から YK 水からこういうような要請があったらその番組もあの放送できないようにとか対応、まあ、ちょっと 2,3 ヶ月かかってでもいいですから、こう対応をちょっと一回してもらえないですか。一応そうこの通報内容を、ね、YouTube にアップロードしています。それであの上の方の人たちは動いてるみたいなので、まあ、その形はちょっとあの認めといてもらうように有馬警察署の人たちとかあのよそから来る警察官の人たちとかにも言っておいてもらいますが、多分この方法じゃなかったら結局思いがあるんだと思うんですよ。あの家にこう絡みに来られたりされたらもうみんな無理でしょ、あんな数だから。ちょっと1時間の間に興味でしょ、でそれまでもう何も絡み、今日1日だけでも絡んできた人数に換算したらもう何十人といますから、今でもだからもうすごい延々とあいつら繰り返してくるから、はい、でもう、まあ、だいぶ前から2社2社合併っていうことを、例えばテレビ朝日、同時テレビ、TBS と、読売テレビで明け方と夜中の番組をなくすと、それで一応その時間帯は歩き回らんようになるとは思うんですけどね。だからまあそうですね、結局は、はい、まあ、一応これ通報でお電話させていただきましたけど、一応この内容をまた YouTube でアップロードさせていただきます。それでまあ上の方が放送会、法律業界の人たちが動いてくれることを願ってというような形ですね。はい、はい、もう一応まあお名前の方はいいです。あ、ちょっとあのそちらの方も大変になったらあれだと思いますので。わかりました。